ぱりトライアルってもう本当に上手い人と下手な人では競技が違うんじゃないかっていうぐらい違うもんなんですけど、やっぱ共通してるのは登れなかった段差を登る、自分ができなかったことをちょっと進めるっていうことをすごいサイクルでやってる競技だと思うんですよね。で、自分の成長を一個一個こう超えていくっていうことがやっぱり魅力ですし、チャレンジしてるんだっていうのがやっぱり、はい、魅力だと思います。はい、DM 開発統括部の豊田武史です。モデル紹介の最後といたしまして、ここで一つ皆さんにトピックスをご紹介させていただきます。YZR NR ステージの片側を、ご覧ください。一番初めはレースをターゲットにしたいっていうのはプロジェクト開始当初からあったんですけど、例えば国内のとあるクラスに、なんかスポット参戦みたいなことを初めは考えてました。それが今年になってからもコロコロと変わって、世界戦に挑戦させてもらえるってことに、なったっていう感じですね。今回は全日本の北海道大会を蹴って乗ってくれたんですよね。それは一戦のポイントで終わっちゃうと、もうチャンピオンがかなり難しくなるというか、不可能に近いぐらいのことになっちゃうんですけど、小山選手ももう40になるぐらいの年齢で、でこの年齢になってなかなか新しいチャレンジができないから、もうチャレンジする方にしたっていうふうに僕には言ってくれて、トライアルっていう名前の通り、やっぱりその新しいチャレンジへの魅力みたいなのを常にこう求めている人なのかなと。で、それを聞いて本当にしっかりサポートしようとは思いましたね。
あのヤマハの研究開発の部署でエボルビング R&D 業務の 5% を、まあ、自由に使って自分が一番こう興味を持てる何か研究活動をしてもいいよっていうルールができた2年目ぐらいだったと思うんですけど、その自分がやってて好きだったっていうのもありますし、まあ、ルール的には一緒にやりたい人を募るとこから始めるっていう活動だったの でそれで手を挙げてこういうのやりたいんですけどどうですかっていうと結構集まってくれたんですよね。15人ぐらいその時は集まってくれました。まあ、本当はあのエンジンに本当に真っ向勝負で勝てるっていうところをやりたいなと思って、でまだ現状はやっぱりエンジンちょっと劣ってるんですよね。結構 EV ってこうつまんないイメージをずっと私も持ってたし、世の中的にも多分ファンではないっていうイメージはあると思うんですけど、あんまり想像してなかったんですよね、その面白さの良さがこんなにあるっていうの。自社設計のモーターのなんていうかベースみたいなのがあったんですよね。で、まあ、最後の試作でまるっきり起こし変えたんですけど、予想以上にちっちゃくなったんですよね。フレームに関してももうほんのちょっとしたことなんですけど、ちょっとずつこう削ると結果的には予想よりかなり軽くなっちゃったりしたんですよね。こうちっちゃい努力をこう重ねていくと壁だと思ってたものが超えれちゃうんだなっていう、なんかそのそういう経験はなんか今後につながるかなと思いました。もうあの月並みですけども本当に嬉しかったですね。本当に結構浮かれてましたね、あの気持ち的には。浮かれてたら、いや本当に大事なのはベルギー戦ですからねって最後に栗山選手にちゃんと言われて、それでそうだよなっていうふうに、なんていうか浮かれてた自分をこう抑えようとしてたみたいな心境でしたね。3までを、栗山選手だけが唯一オールクリーンで行って、まあ、調子よくスタートしました。で4セクションで5点を取られたんですよね。ただこれもすごいなと思ったんですけど、まあ、栗山選手はもう全く動じず、その後のセクションをもう本当に最低失点でずっと回ってくれましたね。1ラップ目は、まあ、3点差で追いかける形になりました。
で2ラップ目に1回逆転をして、その直後の、第2セクションで5点になってしまったんですよね。でその後、まあ、その5点にも動じず、きちんとその後の点数もまとめてくれたんですけど、最後まで追いつけず負けてしまったっていう形ですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。Then I knew the rhythm of clouds. Break on through the night, through the morning light, to the other side. Every footstep I hear, some desert, there will be new road. Break on through the night, through the morning light, to the other side of the moon.レース終わる前まではなんとなくその自分のものっていうなんか感じがあったんですけど、けどなんかレース終わると DY って多分みんなの手が入って自分から離れたって。サイクルを作る魅力ですよね、やっぱり最後はライダーが満足する、で観客がそれを見て満足するっていう、なんか人にこう今回の活動でもちょっとした感動をやっぱり与えられたと思うんですよね。で自分が携わったものがまあ、そういう動きをしてくれたっていうのは本当にありがたいし魅力ですよね。今回のチャレンジは本当にいろんな人が背中を押してくれて、やっぱそのバイクが好きな人がたくさんいる会社なんだなっていうふうにすごい感じたんですよね。レースが好き、バイクが好き、だから受け入れたいですね。